お菓子の家って発想は前から興味深いと思ってたんだ。お菓子って建材としては最も不適切と言ってもいいものでしょう。本来物語の中でしか見られないはずの光景がこんな風に目の前に再現されてる。予想以上のクオリティで驚きを感じてるよ。視覚と嗅覚だけでは本物と認識できそうなのに、触るとフェイクスイーツだとわかるのも面白いね。この感覚をうまくみんなに PR できたらって思う。今のとこ気になってるのはあのドイツ風の家。レープクーヘンやジンジャーブレッドで作るものらしいけど、それ以上の素材が使われてるみたい。見た目も通常の建築物から考えたら不思議だし、単純にどんな味かにも興味がある。中に入ったら本物が売られていたりしないかな。街をあちこち歩き回って少し休みたくなった。それなら喫茶スペースに案内するよ。ここでは世界の伝統的なスイーツが楽しめるんだ。一つ一つに歴史や材料の解説もついてるから、お菓子の知識を得ることもできる。これはお祝いの日に食べるもの。こっちは愛する人に贈るもの。大切な人には好きを伝える方法をいつも考えてしまうよね。昔から続くお菓子に託すって手段はそれだけ成功率が高いってことなのかな。そう。もし食べたいものが決まっていないなら、君に食べてほしいお菓子があるんだ。僕が君のために選んだものだよ。バレンタインに僕の思いをたくさん込めた特別甘いお菓子をあげる。君が好き、いや大好きって気持ちがちゃんと伝わるといいな。